漢方納得相談のコーナーです。このコーナーでは漢方とはどんなものなのか、漢方薬について詳しくお伝えしていきます。今日は VTR でお届けします、はい、それではご覧ください、皆さんこんにちは、一心堂薬局の荻秀幸です、今回は、慢性膵炎についてお話したいと思います、まず慢性膵炎とは膵臓に繰り返し炎症が起こることで膵臓が萎縮し繊維化されて硬くなっていく疾患のことなんですね。続いて慢性膵炎の主な症状と特徴についてお話しします。慢性膵炎の主な症状としましては、腹痛、背中の痛み、体重の減少、食欲不振、脂肪便、体のだるさ、こういうふうなものがあるんですね。特徴にはですね、痛みが続いて鎮痛剤が効きにくいことだとか、仰向けに寝るとですね、膵臓が背中に圧迫されるんで痛みが強くなるなどのですね、特徴があるんですね。次に、慢性膵炎の予防する方法ですが、スタジオで何度かご紹介してますので、竹本さん、視聴者の皆さんに今回は竹本さんの方から教えていただけますか。いきなり無茶ぶりですよね。すごい。だから規則正しい生活をしながら、飲酒とか、カロリー方を避けて、刺激物を避けていくとか、そういう風な感じではなかったのかななんていう風に思ったりするわけですけど、私生徒として先生いかがですか。予防にはですね、飲酒やカロリーの多い食べ物を避け、暴飲暴食をしないなどがあるんです。さすがですもうね、何年あの門前のことをやってると思ってるんですか。やめてよ、木さん。暴飲暴食はダメと。いや、そうそう、要はだからね、きっちりとした生活をしましょうっていうことをいつも先生おっしゃってらっしゃるんで。そうなんですね。はい、それでは慢性膵炎でお悩みの方の症例と改善例を見ていきましょう。続いて症例についてお話しさせていただきます。こちらの方はですね、慢性膵炎で2年間通院中の方の症例なんですね。自覚症状としましてはですね、左の脇下とですね、背中が痛むことがある。で、下腹部が張ってるんですね。で、溝落ちが時々痛んでですね、吐き気やもたれ感がある。手足に湿疹ができるということをおっしゃられたんです。あと体積の部分としましては、慢性胃炎、あと前立腺肥大で、病院の方からは3種類の、お薬をいただいているという方の症例なんです。こちらの方にはですね、サイコ軽視糖を服用していただきました。炎症を抑えていくということで使われる処方の一つで、膵炎の方にもよく使われる処方の一つなんですね。まず1ヶ月経った時点ではですね、吐き気やもたれが良くなってきたんですね。で、2ヶ月経った時点ではですね、膵臓の痛みも少し楽になってきたということ、あと軟便でお腹の方はまだすっきりしていない、こういうふうなことも言われてました。で、4ヶ月経過した時点ではですね、背中の痛みが良くなったんです。7ヶ月経過した時点では、吐き気やもたれ感、膵臓の痛み、これが良くなって安定しているという、そういうふうな方の改善例なんですね。なるほど。でもいずれにしてもね、膵臓っていうのは非常に分かりづらい臓器、胃のね、ちょうど後ろ側の方にこういうキュウリみたいな形でくっついてるというふうな話をよく聞かれるんですけども、きっちりとね、見ていただいて、改善に向かう方向があれば、ね、それはもうご相談してっていうのはありだと思いますので。そうですね、はい、膵臓だけじゃなくて本当にいろんな、ね、ところに症状が、そうなんですよ、いろんなところに出てるのが原因がどこかなっていうのは難しいところですよね。はい、気をつけていければと思います。今回紹介した漢方薬は体質や症状に合わせた漢方で一例となりますので、ご注意ください。それでは一心堂薬局からのお知らせです。一心堂薬局では様々な症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。自律神経失調症、心身の不安、アトピー性皮膚炎、免疫力低下によって起こる症状から慢性病の食事相談まで受け付けています。一心堂薬局は漢方専門の相談薬局として、一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状、体質に合わせた漢方を処方いたします。また
一心堂オリジナル商品として各種健康茶や漢方に関する書籍、そして話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で7店舗あります。大宮店は氷川神社入口交差点前、そごう大宮店は大宮駅西口そごう大宮2階の化粧品エリア内です。浦和店は浦和駅西口埼玉会館そば県庁前東交差点です。川口店は本町大通り筋向かいマンモス交番横、所沢店は所沢駅西口埼玉りそな銀行所沢支店向かいです。新宿店は新宿高島屋正面入り口前、立川店は立川駅北口立川通り高松郵便局手前となっています。さらに現在自宅で受けられるオンライン相談も行っています。詳しくは一心堂薬局で検索をお願いします。そしてこのコーナーの最後には一心堂のおすすめ商品を紹介しています。何でしょうか。今回ご紹介するのはですね、こちらの皇帝茶です。今回のテーマであります、あの慢性膵炎の方、やはりあの食事でもいろいろ制限がある形の中ですね、慢性膵炎の方でも飲めるお茶ということでですね、この皇帝茶をご紹介させていただきました。ぜひお試しになってください。高野さん、塚田さん、今週はすいません。来週はですね、スタジオで、アトピー性皮膚炎のお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。待っててください。了解しました。はい、来週は尾身先生。でも V 中で急に振るのやめて。ドキッとしました。あ、びっくりしました。はい、来週はスタジオで尾身先生にお話を伺います。はい、以上、漢方納得相談のコーナーでした。